はいあの昨日もオツなんですけどあのココナがあの今日もオツということであの皆さんここちゃんに盛大な拍手をね送っていただけたらなと思いますはいということでねもう、まあ、どうでしたかいやもういろいろ話したいよね <laughs> <laughs> いやほんとになんか 楽しかったです。見える <laughs> 公演始まった。とびっくりされました。めっちゃ前にいてびっくりしたよ。超世代のゆる声、何回か青梅さんと見間違えてしまいました。<laughs> 一旦大きい声出して、もう全然出しちゃってください。<laughs> いやそう最高に楽しかったですありがとうございます一番何を話したいですかいやもう全部全部話したいもう全部裏側も全部話したい <laughs> そうココちゃんは今日急遽ポジションスライドもあったのそれはすごいよ本当にもうココちゃんあの次ココナーに会うのが24日なのでココちゃんの食べたいもの食べたいだけ買ってあげたいです 昨日の声もねありがとうございましたどのこら辺がいセトリだったんですか、まあ、個人的に届いた瞬間にあの神々の領域があったことにびっくりしちゃって中坂はもう結構最初どちらかといえばあの、まあ、めっちゃぶっちゃけると反対派だったのであの何でやるんだろうなって思いながらあの聞きに行ったんですよな。なんで入ってるんだろううみたいな <laughs> そてくらいあの中坂美桁ちゃんはちょっと。 古いオタクなので古いオタク志向なので <laughs> 申し訳ないんですけどでもまあ最終的にあのできたことはすごく良かったのかなって思いますまだだと思ってたはいあのこのメンバーでやっていい曲なのかなって思いました <laughs> <coughs> じゃがりこ肉じゃが味をプレゼントしてあげてください,いやプレゼントします そう。エスケープ問題どうですか。エスケープ問題は、でも、なんだろうね。わー、タワーだ。クリスマスツリー、かわいいか河内タワーがたったわー、タワー、ありがとうございます。そう。<laughs> エスケープの新しい振り付けに関しては、中坂はあんまりなんか、うん、って思わなかったんですけど。まあ、でも、結構、ファンの方の中ではね。まあ、いろいろ。 あのー、感じてる方ももちろんいらっしゃると思うんですけどあれもあのすごく、あのー、すごい先生がダンスの振り付けをつけてくださったのであのつけていただいたからにはそのダンスの振り付けを私たちはあの全うするべきだと思ったので頑張ったタワーですありがとうございます。 なんだろうねエスケープってバッキバキでなんかかっこいい系のダンスじゃないですかでもこれ見たら「おー、ね、お!」ってなるじゃないですか皆さん元の振り付けを見てね「おお!」ってなるじゃないですかでも今回の,あのエスケープの、あのー、見せどころっていうか今回のエスケープの鍵は大人っぽい私たちだったんですよなんだろう こうこう体のラインとかであの普段見せないような大人らしさを見せるために今回の振り付けを作っていただいたのでそうあのー、今回はそれがメインメインというかそれが私たちの見せたかった部分でした。なので、あのーまあ、ちょっと 皆さんが思っていたエスケープとは違ったかもしれないですけど、まあ、えあ新しいエスケープを超えるためにも私たちはこういう一面もあるよっていう新しい一面を見せれたところが良、あのー、かったのかなって思っておりますけれども。<laughs> そうなので、まあ、皆さんが思ってたのは違ったかもしれないですけど私たちは本当にすごい先生に教えていただいたので 作って振りも作っていただいたので、あのー、私たち的には全然良かったなって思っていますしもうこの曲すごくたくさん揃えたのでこの曲のためにすごくなん時間もすごくね使ったのですよこの曲はリハーサルでだからいいものを皆さんにお届けできたかなって思いました。<laughs> いやでも中坂的にはこの公演配信しない方がもったいないと強く思っているので何が何でも配信していただこうかなって思ってるのでどうにかしていただけるようにしますそうなのそれは知らないよ何やって。 目を閉じて息きめ待ち望むしリあすらもし誰かに見られたって構わないわキスしましょうもう二度と離さないとてるみてるみてるみな若さゆえ過ちでいい でもさ昔って配信なかったじゃないですかライブビューイングとかはあったかもしれないけどってことはこれ円盤化される施設とかないかな昔のコンサートはよく円盤化されてましたし中坂も何枚も DVD 持ってますからもうそ,そうやって信じるしかなくね <laughs> 次からはいけるように努力します」だってね。 みんなもねそうそういや制服を脱ぎたくなってきたもうあ,のありがたいことにセンターをさせていただくことになりましてあのもうとにかく難しい曲なんですよこの曲もなんか。 バラードなんですけど踊りは結構メリハリのある踊りだったのでとにかく5人で合わせままくりましたねそしたらもう前々日のリハーサルがもう言い方悪いんですけど気持ち悪いくらい揃っててもうち悪いすぎててびっくりしてもうみんなに「いやマジでリハーサル超揃ってたからもう大丈夫このままいけばもう完璧な制服になるよ」みたいな話をして5人でね。 で臨みました本番に <laughs> ありがとうございますでもなんかせんあんまりね先輩らしいことなかなかできないんですけど中坂はあのー、5人で何度も何度も会わせたのでよかったなって思いました <laughs> 先輩ちビュービューだったビュービューでしたね <laughs> 年末めっちゃん出る公演当たらなかったので昨日で良よいお年をになりましたってありがとうよいお年をだね パワフルなダンスで素敵でしたそう同期に中坂のダンスのマネーとか言われてねやられましたけれども <laughs> バキバキでした良いお年をだって良いお年をもう早いね来たかったけどチケットの受け取りとかがめわからわけわからんかったのでそうなんですよ難しいんですよねなんか毎回全部違うから難しいんですよねうん私は明日でおたかつをさめだって皆さんね もう良いい落としが近づいております年末フェスティバルしか当たらなかったのでフェス出ませんか <laughs> ちょっと年末は出,らん出れないですけどさすがにでも長坂もフェス出たいですね <laughs> 写真見てたら「長坂美桜ここにあり」みたいに見えたんですけど「長坂美桜ここにあり」でしたかいや長坂美桜ここにありでしたねほんとにそう未来とはもうありがたいことにソロパートだったんですけど そう皆さんが喜んでくださってとってもとっても嬉しかったですフフフフそうし日よろしくだってみんな明日よろしくね昨日の配信でゆねちゃんが中坂さんと仲良くなれたなれてとっても嬉しいって言ってたようだってえめっちゃ嬉しいんだけどもうね中坂ちょっとゆねちゃんと一緒に練習をしてたんですよ ゆねちゃんも、あのー、すごく意欲的な子なのでそう意欲的な子なので一緒に残って練習してくれたんですけどその残ってくれた時にこう一緒にねゆねちゃんどの曲が不安とか聞いてこう一緒に練習してたんですけどそしゆねちゃんが本番終わった後に中坂さんのおかげで。 この曲がでできるようになってたたんですみたい中坂さんのおかげでできるようになりました」みたいなありがとうございました」って言いに来てくれてなんてなんて教えがいのある子だって思うじゃないですか。って言ってもうかわ公すぎてもうすごくねなんかさそうやって言ってくれるとさなんか教えた身としてもさ嬉しいじゃないですか。 なんだろうねフフフフフフ今の見送りのメガネポーズみたいなどういう意味あ見えたよーって言うんだかゆねちゃんいい子そうもうだからなんかそうやって言ってくれるのがすごくうれしかったです <laughs> でも中坂多分ほとんどの後輩と喋った気がするこの期間中になんか喋りかけにめちゃくちゃ行ったよ <laughs> そうそう ユニットセンターやフロントが多くて中坂美恵のコンサートでしたそうありがたいことに今回ほとんどの曲が2列目くらいにずっといて中坂だからすごいやっぱ去年悔しい思いをしたコンサートではあったので今年もドキドキしていたんですけど嬉しかったですけどねもうだからこそ前に行かせていただいてるので責任感を持ってね やらせていただきました。なりたい人投票は誰に入れたん？うん、姫たん足長くなりたいからー <laughs> って言って姫丹に入れました。そう。全員と写真撮るミッションは達成できたん？できませんでしたー。普通に全然ねできなかった。 イコパ以来に九期の曲聞いた。あ、それはちょっと違いますね。まあ九期全員で披露したのを、まあ今回は全員じゃなかったんですけど。あの九期全員ではないんですけど、披露した最後に披露したのは、内苑の生誕祭があったので。内苑の生誕祭です。<laughs> そう。内苑の生誕祭ですよ、皆さん。<laughs> 中ちゃん今身長何センチ中坂今160センチです多分ジャストくらいこんばんは初コンサートですがいいコンサートでしたありがとうございます 何の生誕入ってませんそっか <laughs> 裏はかなりバタバタしてそうだよねいやもう今回結構やばかったのね時間まあ当たり前なんですけどライブって基本的に時間タイトで決まってるじゃないですか何分にここやって何分にここやってみたいなのあるじゃないですかもうだからあの今回下手に履けると石装部屋が近かったんですけど上手に履けると結構な距離があったんですけど、はい「上手のメンバー止まらないで走って!」みたいに言われるのも死に物語を <laughs> 死に物語ってたから <laughs> なんかね 12月のカンガルー終わり十12月のカンガルーってさ最後の曲だったんですよ本編ね12月のカンガルー中坂上手に吐けるんですけどもう6曲連続で曲を披露させていただいた後のはけでその着替えだったからもうもうすごかったみたいな感じでしたみーちゃんが MVP のコンサートだったと思いましたってありがとうございます去年の「窮地青か、あっ去年の「窮地青ガか 懐かしいな <laughs> 懐かしいそんなことも,もあったな <laughs> でもなんかねあの滑り台から披露するときは基本的に9期全員揃わないんですよだから9期全員揃ってあの披露したのは多分エコパが最後だと思います そうアーヤのピアノもちょっとこれ話があるんですけどもう <laughs> あのアーヤのピアノもなもともとねこう長世代メンバーの中でピアノ弾ける人っていうアンケートがあったんですけど、まあ、弾けないんで中坂は手すら上げなかったんですけど弾ける人がなかなかいなくてその中でアーヤが立候補してくれてアーヤは新公演のリハ,リハ新公演が終わった次の日からもう長世代のリハだったんですけどその長世代のリハーサルの空き時間を使って覚えてて。 もうすごいなって思いましただからもうアーヤが本当にすごかったですそうだから本当にねすごかったあそうハイテンションの踊る振付はあの糸めきチームはわかんないんですけど中坂赤堀チームだったので ちゃんがメイン主に考えてくださりました <laughs> 空き時間とかなさそうなのにすごいね」ってそうなんか休憩時間が本当に30分くらいあったんですけどその30分でずっと練習してました本当にすごいなと思いましたね「そう「長坂やりなよ」って誰かに同期に言われたんですけど。 みんなさん猫踏んじゃったすら弾けない長坂美羽ちゃんがね弾けるわけがないということで <laughs> 初めて中ちゃんのアバターが出ただっておめでとうー「昼夜赤堀り掘りチームでした」だってイエーイ赤堀り掘りチーム「<laughs> 長坂さんがたくさん見られて嬉しかった」だってありがとうございますそう言っていただけて本当に嬉しいですねでもどちらかといえば下手にいることがやっぱ多かったなって思いました みんな振りできてたえマジで踊れて踊れて,てすげえってなりました <laughs> そうなんかもうほんとに全メンバーみんなが待ってたのでね全メンバーに拍手を送りたいですね <laughs> 夜の伊藤チームが難しそうだけど「おうどんレイ」 オウ・ドウ・レイ難しいね確かにサイリア持ってたからハートがしにくかった確かにオウ・ドウ・レイ <laughs> 難しいね確かに確かにあの昼夜お母さんが入ってくれてたんですけどそうなんか昼公園か昼公園はもう周りが中坂ファン多すぎて触れなかったって言ってました <laughs> だからもしかしたら皆さんの近くに中坂のママがいたかもしれないっていうことで ハイテンションできてうれしかった。夜公演、上手3列目にいましたが、青白オレンジ戦にしたレースが来た気がします。え、見えたよ、見えた。めっちゃ見えたよ。見た、見た。よかった、届いて、レースが。帰り新幹線がカオスで、お家にたどり着いたら日付変わってました。いや、本当に皆さん、その説はお疲れ様でした。中坂のお母さんも、 もう次の日も平日なわけで帰らなければならないのでもう立ったまま自由席であ名古屋まで帰ったって言っててでお母さんも日付回ってたてって言ってたから本当にすごいなって思いましたサイリウムどこら辺ままで見ええしたかえ2階席も見えたんですよ2階席もなんか結構まあ、照明によるきれなんですけど照明によっては結構見えてあの誰か分かるくらいまで見えてびっくりしました。 なので、皆さんいいっっぱい振ってこえてありがとうございます本当にねいっぱいの方が本当に中坂の声量も多くて嬉しかったですありがとうございましたじゃファンの方と同じ新幹線に乗ってるわ多分ってあの LINE が来ましたもんお母さんからニットだけ振りましたありがとう <laughs> そう 中坂たちはもうどうしても次の日公演だから帰らなきゃいけなかったのでもう急遽一泊することにはなったんですけど朝すぐ帰りました <laughs> そ,うそうそうそうでもね僕は昨日の公演中坂さんでした昨日の公演もすごいたくさんの青,青白オレンジがあって皆さんほんとしかったですありがとうございます 何これすごい見つかるような席で入りたかったえでも本当に結構皆さん1階の奥って言ったらあれですけども後ろの後ろまで見えましたから皆さん見えましたよ <laughs> もう冬休みだっけもう冬休みです。ニニココ そうが昨日ポニーテールおとといかポニーテールしてたのでなんかね私ね昨日おとといあーやとももの区別がつかなかったのよ <laughs> なんかああーやだって思ったらももだしあっももだって思ったらあーやだしみたいなタワーがたったタワーなんだけどチルルルルさん、えー、くま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 それタワーがたったわありがとうございますえいえいえいえくしゃみが出そう <laughs> 須田さんの方も驚きましたかえ驚きましたね菅田さんに感想を聞きに行ったけどやっぱ中ちゃんだったって言われてよかったよって言っていただけて嬉しかったですブログも読んだよって感想も言ってくださって本当に嬉しかったです <laughs> めっちゃ嬉しかった本当に <laughs> 昨日はゆずぽと間違いない <laughs> どうしてどうしてどうして <laughs> ゆずぽさん昨日,あ昨日か昨日は確かにえでも昨日三つ編みだったしゆずぽさん巻き下ろしでしたよ9期でゆうかたん呼びは2人だけなの多分内矢にゆうかさんのことをゆうかたんって呼ぶ時はないと思うので2人だけだと思います <laughs> いやでも本当にね 休憩 MC も面白かったし、りーなちゃんのブログにめイちゃんの写真のつてよだったありがとうございます。りーなちゃんもなんかの曲で煽り入れてた。長坂はあの昼夜ともにアンコール二曲3、アンコール三曲目の煽りをさせていただいて、あの昼はスタンドバイユーと、夜はそういうとこあるよねの煽りをさせていただきました。<laughs> アーチャン世代がツインテールだったからからではそうですねそうだ十アンダー1アンダー18の大1歳19歳の代の皆さんがツインテールされててかわちいかったですね夢の階段の歌わりもよくて泣けましたあこれねちょっとめっちゃ MM 話聞きたいですか結構ゆずぽと似てるよねちょいちょい思うだってあ本当ですかありがとうございますあのー よく言っていただきます。余韻は。なんかもう一回吹っ切れって。鉄の集中してたんですけど。あの体が余韻を。覚えてました、ね。<laughs> はい。聞いたいですかあの。夢の階段を登れっていう曲。ポジションがなくて、まあ、歌われだけ。あ、ポジションがないっていうか、こう。 あの例えばオルサンジ「おる散歩ぽみおまる散歩じ」みたいなのはなくても立ち位置表を新しく作っていただいてあれだったんですけど <laughs> あのー「今日まで何をしたか」っていうところの歌ありだったんですけどなんかかあのここ実はあの9期生で「夢の階段の登れ」を初めて披露させていただいた3年前。 2019年だから3年前の9月の愛知ガールズエキスポで披露させていただいた時と全く同じポジションで歌わせていただいたっていう MMO 話全く同じポジションは嘘あの頃時はサックの方だったんだけど、まあ新目で同じ歌割りで歌わせていただいたっていう MMO 話でした <laughs> <laughs> そう「今日まで何をしたか」っていうところは そうだから球技でやった時と歌わりが一緒だったんだっていう <laughs> エモいかわからないけどエモい話でした <laughs>。だって覚えてますか皆さん。 そうその時も会場で見てましたんでありがとうございますそう皆さんの応援のおかげで皆さんが遊びに来てくださったおかげでやっぱ長世大コンサートは開催できておりますので来年もねどうか後輩につなげられたそんなコンサートにできたらいいなと思いますやほでもなんかその亀子とか見てって思ったのはなんかさか笑うとマジで鼻がね平たくなっちゃう <laughs> 分かるもうさこうブニョンってなるからさ面白いですね今年の主役は中坂さんでしたありがとうございますぺこりでも本当になんかいいコンサートだったなと私はすごく思いますね 可愛い写真が多かったようだってみんなが可愛い写真選んでくれてるからね選んであげてくれてるからこんな写真あげてくれてないからねダメです青木ちゃんしかしあれですかね判明 NG ですかね青木ちゃんだけで判明 OK らしいんで <laughs> ちゃんと MC も聞いてるっていうねご両親の褒めの言葉とあでも結構なんかいろいろ褒めてくれました <laughs> 適当めっちゃ適当そう 昼公園2階で小さい子がみーちゃんのサイリ用も振って帰ってたよだって嬉しいねそ2階もすごい中坂のペンライト多くてとっても嬉しかったですでもお母さんはもう1曲目から泣いてくれてたらしいです <laughs> 去年とポジションが違いすぎて泣いてたーって言われて <laughs> あありがとうありがとうみたいな うその感じ時間がある時にアップしますえもちろんもうゆっくり皆さんあげていただいてねちょっとまだねまだねっていうかね画像保存したい気持ちはあのめちゃくちゃあるんですけど中坂美桜今携帯の容量と戦っているのであの早急に携帯をね新しくして年越したらちょうど3年くらい経つので年越したら変えたいと思います。 そうポジションのこととかお話ししてないんだねしてたんですけどねめっちゃリハビリ見せて「めっちゃ今の良くない?」とか言いまくってたんですけど <laughs> はい質問でです最近覚醒今まで以上にに綺麗いやたくさんね言っていただくこともすごく多くて嬉しいですねでも中坂的にはねどこが変わったかも分かんない肉付きが良くなったらいなんですけど <laughs> あそうじゃあみんなにね答え合わせをしたいと思うの。 あのー、前日にね作った動画あるじゃないですか丸、まあ、新幹線の中でずっと作ってたんですけど <laughs> あの携帯の容量がなくてね途中で諦めたこともあったんですけどそうであの何,をああ何の曲だったかっていう話ですねそう何の曲だったかっていう話ですけどちょっと皆さん開いてください動画。 <laughs> 新幹線の中で作ってました寝ようかなって思ったけど寝なかった新幹線の中で成功しなかったからあれです夜みんなとバイバイしてからもう作れました <laughs> 3時間くらいで作れましたね開いたかな行きますよ

夜の空に吹き出す星たちの噴水キラキラと輝いてその光降ってくるくるまとめたショッピングモール誰もいないパーキングエリア心拍数急に キスがなぜかハトハぶつかっちゃった。じゃないロマンティックでした。<laughs> <laughs> ジャナロマって初披露だった。初披露でしたよ皆さん。っていう感じで、じゃないロマンティックでした <laughs>。<laughs> そう、それね、きのこさんにもクイズ出した。まさますたぶんめっちゃね、多分話した時間で言えば。 中坂が多分一番多いんですけど <laughs> 多分使われるような話ひと言もしてないから <laughs> あのー、マジであのいないかもしんない全然なんか言われたもん「長坂さん全然長世代コンサートの話してくれないじゃないですか」って言われて <laughs> 確かに全然長世代コンサートの話してないのカメラの前でヤバくない <laughs> 何の話してたんだよって感じですよね もうきのこさんと会えたことが嬉しかったから。イエーイって言って、もうリハリハ,リハーサルとかレッスンの時とかからい,いらっしゃったんですよ。きのこさん。なんですけど、もうほんとあのめん調子台の話はしてない？<laughs> ま、何の話をしたかはもう密着。道具公開されたら多分わかると思うので、<laughs> そう。面内のペンライト難しかった。難しかった。難しかった。 今回のコンサートを通して一番印象が変わったな変わったメンバーって誰かいましたか印象が変わったメンバーでもなんかなんだろうねみんな変わっみんな変わったというかみんな私が思い描いた通りの子だったしでも結構私的には休憩が変わったんじゃないかなって思いますすごくみんながいいコンサートにしようって考えてくれてるのが伝わりました <laughs> はいなんかいいいい だななっって思ったしなんか私たち私たちっていうかそのいいコンサートにしようっていう気持ちが10期11期のみんなにもちゃんと届いててみんなもすごい頑張ってくれたからすごいなって思いました。<laughs> はい、何が、えー、でも やっぱ K2 のみんなはもうずっと練習しててなんかねえ頑張れって思ってて思ました頑張れしかやっぱ言えないしあのもちろんできる限りサポートはして練習とかも一緒にやってたのはやってたんですけどあのー、ねえもう頑張れしか言えないのでひたすら頑張れって言ってました。<laughs> k2 のメンバーは何日で覚覚ええたたの何日で覚えたでももう初日日終わっったた次の日からリハだったんですよでもそのリハは k 2のみんなの確認のリハーサルでもう私たちは S と E と研究生はもうその日までに完璧にしてきてくださいって言われてたので、まあ、みんな完璧な状態ではあったんですけどあのもう k 2のみんなすごい大変だったので、あのー、先生たちも。 K2 のみんな大変だから今日はここまでにしておこうって思っ言ってくれてで今日は寝てあの明日また頑張ろうねって言ってくれてたんですけども実質2日間リハした次の日からもうあのー、投資リハみたいな感じだったのでもう3日とかで覚えたんじゃないですか本当にすすごかったです いやでも青海とか赤堀青海が怖いのはまあちょっと分かるんですけどき <laughs> みちゃんが怖いのはやっぱ第一印象なのかなきみちゃん青海はもうとにかくこのコンサートをよくしようともう多分さそんな熱い話してる時間全然なさそうなんだけどさ青海は本当にこのコンサートをよくしようと誰よりも頑張ってくれてたのであの吸気性全然後輩に言えないんですよでも青海は もっとこうした方が良くなるよとかできないできない振り付けがあったらその子ができるようになるまで一緒に練習してく,だくれたりみたいなっていうくらいもう青海がめちゃくちゃ率先して頑張ってくれててあすごいなって思いました <laughs> そうで青海が一日だけリハーサルにいない日があったんですけどやっぱその日私はやっぱ青海って偉大だなって感じましたね青海 がいないことがこれだけもこれだけ大きなことなんだなっていうのを実感させられる1日でしたその日は本当にだから青みにはねアバマが上がりませんでも青海になんかちょっと難しい日本語使ったらなんか勘違いされて <laughs> うまく通じなかった時にがあったんですよなんかそうちょっとちょっと難しかったらしくてなんか、ね、私にはあ難しい言葉じゃないと思ってたんですけど他のメンバーに行ったら それは難しい言葉すぎるよって言われたのではいあの青海と一回それ違ったんですけど日本語が通じなくてあのその時はあのラインして謝罪しました <laughs> ごめんねって <laughs> いやなんであ違う私は難しいと思ってないのただ他のメンバーに言ったらあちょっとちょっとそれの言葉は青海さんに難しかったのにおって言われて「本当に?」って。 何なんですかで心を鬼にしてっていう言葉を使ったんですよ。だから、青海はこのコンサートを良くするために自分の心を鬼にしてみんなに教えてくれてるっていう話を青海にしたんですけど、あのー、<laughs> なんか青海は、なんか中坂はが青海のこと怖いって言ってるみたいな感じで、あー <laughs>、あのー、伝わってしまって、あの <laughs>、 捨てちまってしまったので、あのあれしました。ラインであのごめんね <laughs> って終わりました <laughs>。そう。可愛いでしょうちの青み。そう。でも本当に青みはその心を鬼にしていろんなことしてくれたので、あのー、感謝の気持ちでいっぱいですし、やっぱ青みの力は偉大なりって思いましたね。キミちゃんは。 このコンサートをすごくく考えてくれててれなんかミちゃんはすごい周りを見る力がすごいんですよ観察力っていうんですかとか振りぶりを見て「あこの子が振り違うな」とかを見つけるのがすごく得意なのでミちゃんはもう見つけて教えに行ってくれてみたいなのをずっとしてくれてたのでいいなって思いましたなんか最終リハの日はほとんど自主練だったんであのにあなんだろうね きみちゃんが振り違うよっていろんなメンバーにこう言いに回ってくれてすごいいいなって思いましたと <laughs> きみちゃんはめちゃくちゃリハーサルで歌ってたしあのー、声を出してくれてあの雰囲気リハの雰囲気が悪くならないようにすごいしてくれてたんですけどあの怖かったという <laughs> <laughs> はい、きみちゃんはすごくいい先輩なのでね皆さん怖がらないんでこれだあるなと思います そう青子コンビいいよねだってそれなめちゃくちゃいいんですよねういきちゃんもう全然戦力に見えたのきみちゃんのおかげいやういきちゃんはめちゃくちゃ戦力ですよみんな踊れる本当にすごいそうゆうねちゃんとめっちゃ話した日があって一日なんかもうういきすごい踊れる子多い 多いよねっていう話をしててもうだからみんな振り入れでパッて踊れてあとは振り振り見て覚えてきてねってなることが多いから振り入れとかでもみんな踊れるからねすごい大変なんですよってのゆねちゃんが教えてくれて9期はまあ踊れる子を半分踊り苦手な子半分くらいいたから結構ゆっくりだったんですけど何事もスローペース。もう11期は本当にみんなのレベルが高いから結構大変だっていう話を聞いてやっぱ大変そうだなって思いました。 ももういいつでも聞きに来ててくれって思いますそう夕立の前とかめちゃくちゃ練習してていいそういいなって思いましたね本当に11期はすごいですいやそれのキャッピーがヤバかったよね「もっとふらしに行きよう」 もっと自分の欲を探すんだ何も怯えてる失うものはないこの地球上にぼんやり解き放ってあと本能を出足を引っ張るな邪魔な旧愛は 止められれないかせてくれバーンみたいなかっこいい!」ってキョッピーにも「かっこいい!」って言いまくってました <laughs> でもキョッピーめっちゃ面白い子ですね京都の子だっけ京都の子だよねめっちゃ面白いっすねくるみんとキョッピーがこう一緒にいてくるみんはすごく人見知りなので先輩の前だともうかわいいかわいいんですよ みたいな感じなんですけど同期と言うとすごい楽しそうだったから「えなんでそのもう先輩にももっとそうやって楽しそうにあの話しかけてよ」ってに言いに行ったんですよ。ででもひとみあ兵庫からごめんなさい <laughs> でもやっぱあの「恥ずかしいんです」みたいな「人見知りなから」って言っててきょっぴに「えっジョイキといる時もこんな感じなの?」って言ったらきょピぴが「そんなのにウェーイ!」って感じですよみたいな言うて,てんで「<laughs> 絶対そんなことないでしょ」っていう話をしててでもきょっまはやっぱコミュ力がす素晴らしいです。<laughs> うん、サックはあんなにかっこいい曲できるんだってイメージがありました。あそう。のグバイグバイグバイフワユもすごかったですね。青み青みに引けを取らない後ろの2人がすごくて、あのー、あれ多分同期が後ろやっても全然青み青みの独走みたいになってたんですけど、あの2人だったからこそ青海にも引けを取らないそんな2人だったなと思いました。<laughs> そう。 ユニットも全部良かったですねアメピもさ「いやくるみアメピなんだ」っていう衝撃もあってでやっぱ糸きの力強さとえなちゃんの繊細さとくるみのねくるみ大人っぽいですよね14歳には見えない15歳か15歳には見えない大人っぽさ大人っぽさとみたいな全てが兼ね備えられて,てアメピのいいところ尽くしって感じでした <laughs> そうで 3曲目私たちだったんですけどそう石津以外は学生メンバーだったんですけどもう全然石津が学生に見えちゃうんよ <laughs> そうでも石津の落ち着きもやっぱこのユニットには大事だったと思うし何だろうねみんなあの曲に似合うさちょっとすごい褒め言葉ですよすごい褒め言葉なちょっと素朴な感じがあるじゃないですかいいなって思いましたしでもみんなあんま反抗期じゃないから。 反抗的じゃないですか私くらいだからさ反抗期なの <laughs> ちょっとあれですけどでも可愛かったですねそうで4曲目が「ひまわり」もうひまわりも最高でしたよねあの曲は一番すごい難しくてあのー、振り付けもあんまり。 きびきびはしてないんですけどなんだろうちょっとゆるく見えがちだったから振り付け的にねその3人でどうやったらよく見えるかっていうのをすごく研究していたのでいやめちゃくちゃいいなって思って本番もすごい素敵だったなって思いましたそうそうで4曲目が「私の時計」かないや見れたんすごすぎない 聞いてびっくりあの人13歳なんだってミレイちゃんとさ写真撮った時にさ聞いたんだけどさミレイちゃん10歳から SK にいるらしいのね「えっ?」みたいな <laughs>「えっ?」って驚いたらえ「もう毎回言われるんですよ」みたいな「え11歳なの?」とか「10歳なの?」みたいな「毎回言われるんですよ」って言ってていやだって見えないもんね13歳の貫禄じゃないよってくらい貫禄がすごいわ本当に素晴らしいあの子ミレイちゃんがいる SKE はもう素晴らしいですね <laughs> 素晴らしい素晴らしいわ <laughs> スキートいと同じでしたもんねえそうだよねすごいよねやばいよね <laughs> で次はパーティングショットパーティングショットはもうチーム m s だったんですけどチーム s 集大成みたいなはいやったんですけどチーム s すごいさすがですねもうかっこよすぎたもうリハーサルの時から 揃えに揃えに揃えまくって研究を極めたパーティングショットだったので、ね、5人が5人ともできるしいいんですよねもうめちゃくちゃめちゃくちゃいいんですよだからもうパーティングショットはめちゃくちゃしびれましたねでもももセンターなのめっちゃ映えますねちょっとかっこよすぎました <laughs> そう でパーティングショットの次は野盤ですねいやもう野んはリハーサルの時からー盛り上がって私ね自分出てないのにリハブ一生見てたからねかっこよすぎてそうそうマジでかっこよかった本当にかっこよかったマジでかっこよかった <laughs> 今のダンスを踊れるようになりたいなって思ったけど「無理だよ」ってくらい2人とも体の使い方が上手すぎるんですよこういうのとかバーンみたいな強弱もすごいしもうかっこよかったですはいはい <laughs> で次に逆転かな逆転逆転王子様はねもうメンツが強いわよあれは <laughs> そう、メンバーが。すごいですね。中坂美恵ちゃん13歳は何してました。中坂美恵ちゃん13歳で実は sk に入ったんですけどね。もう。ヒョロヒョロマンでした。 そうちまちゃんがずっとリハーサルにいなかったので K2 の新公演でねビびゆねちゃんとココのリハーサルすることが多かったんですけどあのココちゃんが先輩しててもう感動しましたねそうでリハーサルがもう可愛くて「私のおじさはどこ?」みたいなセリフあったじゃないですかあったんですよそのセリフが <laughs> 3人ともやっぱ恥ずかしいから。 あれだったのね、ちょっと恥ずかしがってるかなって感じがしたんですけどもう青海さんの熱血指導のおかげではい熱血指導のおかげで、えー、もう本番完璧でしたねすごかったですいやほ本当にかわいかった大優勝ユニットですみーちょぱやってみて。 私どこはいもうほんにすごかったですで次が「焦燥がこの僕をダメにする」いやもう青木ちゃんかっこよすぎんめっちゃかっこよかったよね表現力歌ダンス全てがオールマイティの子で楽器もできるんですよ彼女いや本当にね すごい継つ曲をやっぱやったっていうのもすごくいいですし曲選曲もめちゃくちゃ良かったですし一人なのに圧巻のパフォーマンスであのー、本当に全てがすすごかったですねそうもうびっくりびっくりな。 感じでしたぜひトーク会でお願いします」ってしましょうしましょう笑いって今だけそう MC うまいですよね青木ちゃんいや聞いてて裏でみ青木ちゃんと MC することなかったんですけど今回裏で聞いてて「いや青木ちゃんおもろ」ってなったそうトークがねそうすごいなってなりましたいやいいな 本当に改めてやっぱ最強のコンサートでしたねちなみに中ちゃんはリカちゃんと6歳差なんですね青木ちゃんは誰と同い年だ爽ヤと同い年なのか多分多分そうだからサ彩爽彩と同い年にも見えんけど青木ちゃんはやっぱ10キロ引っ張ってくれる感じがしますね 大阪名は基本おもろい <laughs> それな夜声のリアンの青宮のツッコミはガチだった何だんだろう何だろう50分はもう語りたいことだらけだからね語りたいなと思いますけれどもまた聞いていただきありがとうございましたいや本当に面白いねあれでしたね配信配信でしたね今日もいいいい配信でした <laughs> では 終わりたいと思いますね時間がないないですね時間がないないそんないいわけで本当にカチちゃんぺいさんなんだっけこれスノードームんスノードーム <laughs> えリスさん、ハート、ヒヨコさん、プレゼント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 、モンモンさん、プレゼント、キラキラブシさん、プレゼント、中坂さん、プレゼント、ハムスターさん、ストーブ、シャーさん、レインボー、中坂さん、レインボー、ヒヨコさん、レインボー、風船ワンワンサイスケイン、ハート、ハート、シルルルルンさん、プレゼントボックス、んプレゼントボックス、プレゼントボックス、えー、ゲンカウセギさん、雪の結晶、ドルマ天使さん、プレゼントボックス、えーゲンウサギさん雪の結晶ドルマ天使さんプレゼントボックスえ風船ワンワンさん、ハート、メガネさん、お疲れ、ネギトロさん、熊オーナメント、えウニさん、 プレゼントえトメガネさんハートえー、消しゴムさんレインボーカズチャンペさんレインボーメガネさんレインボーポケモンマスターさんプレゼント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 中坂さんプレゼントボックスシャアさんレインボー出なかった SK のタコさん <laughs> ピ、えースさんプレゼント、えー、バットバツマルくんさんプレゼント中坂さんプレゼントボックスハムスターさんプレゼントボックスクリスマスツリーさんレインボーピッピフッピさんたらノンプレラッコさんプレゼント中坂さんレインボーシルルルンさん結婚してかわいいかわいいピ、えースさんレインボーシルルルンさんグッドゲーム えー、お花さんハートシルルルンさんグッドゲームグッドゲームお花さんハートシルルルンさんグッドゲームグッドゲームグッドゲームー、えー、るるるんんグッドゲームお花さんハートえシルルルンさんグッドゲームグッドゲームシロのネクサンネインボーえなちゃんさんたらのむたらのおんぷえこれ可愛い,いラーメンマンじゃんラーメンマンじゃん可愛い,いそのあアバター <laughs> ラーメンマンさんプレゼント中坂さんじゃなかったえなちゃんさんプレゼントありがとうございますほかにもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます 今日日誕生日なの言ってじゃあ誕生日誕生日ですってコメントしてくださいにゃあ明日は朝配信ですありがとうございます明日意外に前の方にいますだって了解 <laughs>

誕生日おめでとうございますやっぱ今年一年はすごいなんかなんかみーちゃんみたいなそんな,そんななんか一年だったなってすごい私は感じているので来年はみーちゃんみたいな一年にしていただけたらいいなとも思いつつもちろん両方していただくこと中坂さんはね全然あれないので。 <laughs> おこおこおこしないのでね両方愛していただきながらもう中坂みゆちゃん愛を深めて深めて深めてい,きたい,いっていただけたらなと思います黄色の T シャツも可愛いけど 17T もいっぱい着てくださいよろしくお願いします、えー、もっともっと中坂みゆちゃんが大好きで一生沼っちゃん一緒にしてくださーいおめでとうございますおめでとう おめでた聞いちゃったギフト読みますおつまくさんプレゼントふさんわんさんプレゼント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 だださんスノードームえどんぐりさんプレゼントカエルさんプレゼントマ地さんプレゼントえレオナさんプレゼントボックス クリススマツリーさんプレゼント、中坂さん、中坂ポジマさんプレゼント、えあゆかぴょんさんプレゼント、十二周年のおばさんプレゼント、おばけさんプレゼント、かタちゃんぴょんさんプレゼント、えー、ぶたさんプレゼント、ひよこさんプレゼント、中坂ポジマさんプレゼント、無意識のるさん、すきのたこさん、えー、ももたんさん、SK のたこさん、SK のたこさん、限界ふふうさぎさんプレゼント、ボックス、中坂さんプレゼント、しるるるるんさん、それに乗ってる、よーん、たわたわたわ、ありがとうございます。 中坂さん、レインボー、にゃンにゃンかいにゃんさん、スノードーム、自転車ラスカーさん、プレゼントボックス、中坂パジャマさん、プレゼント、シルルルンさん、クモーナメント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 、ロボットさん、パチパチ、中坂パジャマさん、プレゼント、えびのお寿司さん、プレチャークモーナメント、カッパさん、プレゼント、エビのお寿司さん、プレゼント、シルルルルン。 シルルルるンるるさんレインボードラさんアイスクリームたき火、えー、ひヨコさんプレゼントシャチョコさんプレゼントシルルルるンるるさんレインボー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 ,レインボーニットボさんラブレターラブレタースマイシュさんプレゼント、えー、ロボットさんプレゼントボックス水色のカメさんプレゼント、えー、カトチャンペさんスノードームありがとうございますそして、えー、中坂さん、えー、クリスマスツリータワーが立ったわ頑張ったタワーありがとうございますありがとうございます ありがとうございます。イェイイ。ありがとう。<laughs> ではランキング読みます。今日の中身73位は、デケデケデケデン。<laughs> オレンジのクマさんのアバターのフフフさんです。ありがとうございます。イェイ。ありがとう。ありがとうございます。イェイ。 57分だって、やばやばのやばだ。二 <laughs> 十20位から読みたいと思いまーす。せーの。猫、ね、さん、中坂さ,さん、どんぐりさん、にゃにゃんかにゃさん、ふくろうさん、パンダさん、虎の置きぐるみさん、ありがとうございます。イェーイ間に合った間に合ったよ。セーフセーフ。ありがとうございます。13位、ふ <laughs> ふさん、ありがとうございます。書く書く。十二ふ。12位、<laughs> さん、ありがとうございます。消しゴム、消し消し <laughs> 11位さんありがとうございます。SK にやってきた元気娘。10位さんありがとうございます。ピース。9位さんありがとうございます。今日も元気で周り周り。8位さんありがとうございます。限界うさぎピョンピョン。<laughs> な位ふんふん、さん、ありがとうございます。かとちゃん、ぺー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 。六位、ふんふんふん、さん、ありがとうございます。違う合ってるよね六位、ふんふんふん、さん、ありがとうございます。しゃーあ。五位、うん、さん、ありがとうございます。エビのへ、お、海老のお寿司、へい、待ち。 4位ふんふんさんありがとうございます。意識しなくたって I love you 3。3位ふんふんさんありがとうございます。ネギトロヘヨマチ。2位ふんふんさんありがとうございます。S.K. にやってきた元気娘そして今日の1位はあそして2位のふんふんさんクリスマスリートは頑張ったとはがたったわとはありがとうございます。 そして今日の一位はドク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 ンテンんーさんですーせーのしるるるーありがとうございますそしてクマがそれに乗ってるビュン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 タワーが立ったわどうもありがとうございますペコリ。<laughs> ということで、4847人の皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったら、メール、ブログのチェック、大富豪とーショールームのハロー、t w と Instagram のハロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。明日はチーム S 公演です。ぜひ見てくださーい。長坂が当たった。おめでとう。 コンサートのお話もね、すごいいっぱい話してしまったんですけど、皆さん聞いていただきありがとうございました。えー、もしよかったら、メール、ブログのチェック、大富豪と、ショールームのホラー、t w i とインスタグラムのホラー、アメブロのチェックよも、よろしくお願いします。それでは、終わりたいと思います。せーの。